します。監督として最後に一言挨拶をさせていただきます。本日最終ゲームにたくさんの人が足を運んでいただきありがとうございました。我々クライマックスを目指し最後まで頑張ってきましたが、このような結果になり、監督としてファンの皆様には本当に申し訳だと思います。すいませんでした。選手たちは最後まで頑張って戦ってくれました。9月に入り厳しい試合、負けられない試合が続きましたが、プレッシャーの中いい経験をしたと思っています。その経験を生かし、来シーズンは一回りも二回りも大きくなってくれることを願います。2004年に中日ドラゴンズ球団にピッチングコーチとして入り、監督の2年合わせて13年間中日球団にお世話になりました。オーナーはじめ球団関係者、コーチ、スタッフ、いろんな方にお世話になったことをお礼申し上げます。ライトスタンドの応援団の皆さん、力強い声援、最後まで本当にありがとう。クライマックスに連れて行くことができずごめん。まだない。来年に期待してください。応援すげえな。新しい監督も決まり、中日ドラゴンズは動き出しています。ファンの皆様には今シーズン以上に来シーズンも応援よろしくお願いします。この人たちの今後を温かく見守ってやってください。選手同様よろしくお願いします。ユニオムが抜けて幸せです。ありがとうございました。